シベリア出兵とは、1918年から1922年までの間に、第一次世界大戦の連合国が革命軍によって捕らわれたチェコ軍団を救出するを名目に、シベリアに共同出兵したロシア革命に対する干渉戦争の一つ。日本史の外交上最も失敗した外交と言われている。共産主義の封じ込めという目的の他に、 平成時代の外債と、ロア銀行などの様々な外資を保全する狙いもあった。日本は8月12日のウラジオストク上陸以来、増兵を繰り返して、協定兵力を大きく超える兵力7万3000人を、派兵。ハバルフスクや、東シベリア一帯を占領したが、日本の、ハンボルシェビキ政権樹立工作は、国間とパルチザンの抵抗にあって、不成功に終わった。 1919年秋には、白軍のアレクサンドル・コルチャーク政権が崩壊したことで、英仏による革命政権圧殺の計画は不可能に陥り、ヨーロッパ革命情勢への危惧もあって両国はシベリア撤兵を決定した。アメリカもチェコ軍団の引き上げ完了で、出兵目的は達成されたとして1920年1月にシベリア撤退を決定した。しかし、 日本の原高市内閣は、列国の撤兵後も、出兵目的を居留民保護と、ロシア過激派が、朝鮮や満州に影響力を伸ばすことの防止に、変更することで中兵を継続しようとした。そのため、アメリカなどから日本への不信感が高まり、日本国内でも批判が高まった結果、1922年10月に、日本も撤兵となった。 この出兵で日本は3500名の死傷者を出し、10億円に上る戦費を消費した上、日米関係の悪化を招き、日ソ国交回復の妨げにもなったとされる。ソビエトロシア側の兵力、死者、損害は現在まで不明。また、別資料では、死傷者8万人、6億ルーブル以上の被害とされる。赤軍に殺害されたチェコスロバキア軍団第1次。 世界大戦でヨーロッパは、ドイツ帝国、オーストリア・ハンガリー帝国などの同盟国と、フランス・ロシア帝国、イギリスなどの協商国が争っていた。戦争が長期化するにつれ、近代化の遅れていたロシアは、配送を重ね、経済は破綻した。1917年2月に2月革命、11月には、レーニンの指導するボリシェビキにより、 世界最初の社会主義革命である10月革命が起き、1918年に帝国は崩壊した。ボリシェビキ政権は単独でドイツ帝国と講和条約を結んで戦争から離脱した。このためドイツは東部戦線の兵力を西部戦線に集中することができ、フランスイギリスは大攻勢をかけられて苦戦した。連合国はドイツの目を再び東部に向けさせ、 同時に、ロシアの革命政権を打倒することも意図した干渉戦争を開始し、ロシア極東のウラジオストクに、チェコ軍補修の救出を大義名分に出兵した。すでに西部戦線で手一杯になっている、イギリス・フランスに大部隊をシベリアへ派遣する余力はなかった。そのため必然的に地理的に近く、本体戦に、 陸軍主力を派遣していない日本とアメリカに対してシベリア出兵の主力になるように打診した。日本政府のシベリア出兵に対する態度は出兵という点では一致していた。しかし積極的な出兵論と消極的なそれの二つが存在し対立していた。積極的な出兵論とはイギリス及びアメリカの考え方に関係なく日本は 主体的かつ大規模に出兵を断行せよという立場である。これが参謀本部及び外相元の一郎並びに内相後藤新兵たちの出兵論である。対して、これと比較すると、やや消極的な出兵論すなわち対米協定の出兵論が元老、山形有友及び県政会総裁の加藤孔明並びに立憲政友会総裁の原隆たちによって、 とえられた。対米協定に基づく妥協案が形成され、出兵に踏み切った。レオナード・ハンフリーズはとしている。そこで、寺内首相は、同地域において、日本の息のかかった、海儡政権を樹立することを参謀本部、第二部長、中島正武少将に命じた。1918年夏、日本は、アメリカとの間で、日本が単独では進軍しないこと。 兵力はそれぞれ8000人程度とすることを取り決めた上で出兵した。日本軍が最初にウラジオストクに上陸し、続いて他国軍も到着した。イギリスやフランスは西部戦線に兵力を割かれていたため動員した。兵力は少数であり、兵力の大半はアメリカとの協定を破って3万7000の大軍を動員した日本軍であった。 この際、日本のアサヒやアメリカのブルックリン、イギリスの HMS サフォーク、中華民国の海洋といった艦船が用いられている。1918年11月に起こったドイツ革命によって第一次世界大戦は停戦する。これによってシベリア出兵の目的を喪失した連合国各国は1920年に相次いで撤兵したが、その後も日本軍だけは、 中流を続行した。日本は当初のウラジオストクより先に進軍しないという規約を無視し、ボリシェビキが組織した赤軍や労働者、農民によるパルチザンとの戦闘を繰り返しながら、北からふと沿海州や満州を鉄道沿いにバイカルコ東部まで進行し、最終的にバイカルコ西部のイルクーツクにまで占領地を拡大した。 日本は連合国各国よりも数十倍多い兵力を動員し各国撤退後もシベリア駐留を続けた上さらに占領地に海外国家の建設を拡索したことからロシアのみならずイギリスやアメリカフランス中華民国などの連合国からも領土的野心を疑われることになったパルチザン戦争1919 19年1月から労働者 農民などで組織されたパルチザンによる遊撃戦肉戦。次第に交通の要所を確保するのが精一杯の状態に陥った。日本軍はパルチザンが潜む可能性がある村落への懲罰攻撃を行った。1919 19年2月中旬、不評第12旅団長、山田志郎少将は、師団長の指令に基づき、次のような通告を発している。 また、ウラジオストク派遣軍政務部長、松平常雄の内田外省宛の電報、別百159号には次のように記されている。同年1月アムール州、マザノボという村で、日本軍、現地守備隊の総統作戦に耐えかねたパルチザンが、放棄し、近隣の村落も巻き込んで、大規模な戦闘が始まった。日本軍は、冷夏摂四十二度という過酷な気象条件のため、 鉄兵、村は一時席軍パルザンにより解放された。しかし守備隊長、前田単位の率いる討伐隊が再度来襲し、道すがら手当たり次第村々を焼き、農民を虐殺し、放棄民が逃げ散った、正信を再占領。さらに、蘇八のという近隣の村に到着するや、逃げ遅れた村民すべてを銃殺し、村を徹底的に焼き払った。このうち、日本軍の 出兵死にとあり、略奪、ゲリラ作戦への徴用を理由として、村の全民化を勝利したと記されている。同年2月13日、インノケンチェフスカヤ村における、総統作戦で、同日第12師団第3大隊第8中隊は、同村を創業襲撃し、パルチザンが逃亡した後、無抵抗の村民を、パルチザンの審判とみなして、手当たり次第に100名以上視察。 銃殺し、他方で、将校や、歌手官は、日本刀による末物切りなどを行った。その後、物品略奪、食料挑発、家屋放火などの蛮行を行った都市、組織的な虐殺、略奪はパルチザンに対する報復措置であると同時に、敵外心にも基づくとする意見がある。ユフタの戦い同年2月25日には、アムール州のユフタにおいて、 日本軍310人がパルチザンと戦って、ほぼ全滅した戦いである。日本軍パルチザン討伐部隊は1919 19年2月25日に襲撃を再開したが、地形を熟知したパルチザン部隊によって追い詰められ、田中克助少佐率いる、不評第72連隊第3大隊は、同月26日、最後の一兵に至るまで、全員ことごとく戦死したとされる。 岩の深事件その後3月22日には岩の深村過激派大討伐を観ー同村はもともとボリシェビキ派の勢力が強く、反革命派の武装解除要求にも従わなかった。そこでロシアの反革命派は日本軍の応援を頼み、この村を強制的に捜索し、武器の押収、革命分子の逮捕、銃殺を行った。 しかしこうした、抑圧政策は村民を奮撃させ、逆にボリシェビキ派勢力をより深く浸透させる結果となり、アムール州中部地方第12師団不評第12、旅団は、不名誉な敗北の汚名を注ぐべく、過激派大討伐作戦を敢行。しかしパルチザンに対する数度の作戦はすべて失敗し、損害を拡大させて終わった。そこで、同旅団は、 村落やキステルへと作戦を変更。ウラジオストク派遣軍政務部が事件を村民に対して行った聞き取り調査に基づく報告書の一節にはとある。翌年2月、同州にソビエト権力が復活すると同村において州都ブラゴベシチェンスクの防震分社が再度調査を行った。この結果、死者総数は291名で、 その中には1歳半の血の巫女から96歳の老人まで含まれていたとされる。こうした作戦が招いた参加の中、1919年秋、連合国が後押しをしていた反革命派のアレクサンドル・コルチャーク政権は、赤軍との戦闘において敗北が決定的となり、1920年に崩壊。日本政府内にも、白軍上落を機に撤退機運が強まった。 ボグダットの戦いに港事件焼け落ちたニコライエフスク日本領事館1920年3月から5月にかけてロシアのトリアピーチン率いるロシア人、朝鮮人、中国人4000名からなる共産パルチザンが国立港の河口にあるニコライエフスク港の日本陸軍守備隊及び日本人居留民約700名日本人以外の現地市民6000人の一部を 虐殺した上、町の一部に放火した。この事件を契機として、日本軍は、シベリア出兵後も1925年に、日ソが国交を結ぶまで石油産地の北、カラフトを保証占領した。日本軍は出兵当初から、露国領土の保全と内政不干渉を謳った。1918年8月2日、布告の普及に努めたが、 ロシア人住民の対日感情が芳しくないことを熟知すると、日本国内の宗教団体を利用する方式を採用し、日本正教会と西本願寺に白羽の矢が立った。前者からは、三井道明、森田良、瀬沼楽三郎、石川喜三郎、計4名の神父、後者からは、ウラジオストクの西本願寺不教場の大高区民氏が工作員に指名された。 彼らの活動内容を伝える資料としては、外務次官、紫出原基重郎から、陸軍次官、山田隆一に宛てた通帳などがある。そこには、表面全然政府と関係な規定さえを取ることなど、工作を実施する上での規定が詳細に記されている。日本軍特務機関及び総領事と、緊密な関係を保ちつつ、森田と瀬沼は、ウラジオストク方面を中心に活動し、 三井と石川は北満州、ザバイカル州方面、さらには下からイルクールクまで足を伸ばした。校舎は遊勢のかたハル春便で購入した食料品や日用品の連売に従事したとされる。西本願寺の大田もウラジオストクで専務活動に従事。しかし1919 19年頃まで続いた活動の成果はかんばしくなかったとされる。 一般兵士の間では戦争目的が曖昧だったことから日本軍の士気は低調で軍機も大敗していた。この現象は鉄道で戦地へ移動する段階からすでに見られた。また、チェコ軍救済と称してウスリー鉄道沿いに島の深まで前進した日本軍先人部隊がその先にはロシア人しかいないと言われて引き返し、その後再び前線に送り出されるという 滑稽な一幕もあったという。士官幹部も同様で、ウラジオストクの防散防将校が毎日、裸踊りの観覧にうつつを抜かしていたことについての報告が残っている。戦線が泥沼化した1920年の段階でも、同地の派遣軍首脳部は、三井、三菱に出入りして、玉月や御将棋に火を消しており、焦燥将校は、首脳に誘導していたとされる。 このような状況を匿名の当初で告発する兵士も出現した。国流会の機関誌、アジアジロンへ当初された告発書は、その内容をゆえに公表が一時はばかられたが、改革化、亡国化大会良に関する絶叫書なるタイトルが付され、極秘として登録起飛章数指揮者の間に分かつつ、こととされた。同、絶叫書の内容は、全発説からなる長大なものだった。 いか内容の一部を紹介する。治安当局は過激派による危険思想の伝播にも神経を尖らせており、帰還兵士の言動にも厳重な監視の目を光らせたが、治安当局が作成した内定資料、引き還兵の言動では、危険思想新順の事実よりも、将校、歌詞官の横暴な振る舞いを指摘する内容が圧倒的多数を占めたとされる。また一方で、将校は、 戦地では常に武士他の機嫌を取りっているという声も相当数見られる。同資料によれば戦地では将校は不評大式と呼ばれた血統を伴う仕返し集団的実力行使を恐れたからだとされる。例えば不評第72連隊の防機関兵士の証言によれば第2中隊では中隊長博士以下に対して圧政なりとして カシ以下全員貯金し中隊事務室に追会計、中隊長には美を入れさせたとされる。また、第一中隊では、平素傲慢な態度をとる特務総長が、機関中隊では、中隊長が、それぞれ、不評退式の洗礼を受け全治1ヶ月の重傷を負った。いずれもウラジオストク滞在中の事件だが、だからその程度で済んだ、と、大機関兵は付け加える。 戦場なら彼ら灰の地域か、あってもアシラン弾丸箱を、不平ばかり非番から。戦線が泥沼化した1920年頃には、前線の兵士は1日も早い帰国を望むようになったとされる。ロシア語学者の安木貞俊氏は、1920年7月28日、アムールウスリー旅行を企てた。同旅行中の日記は、シベリア戦争下の現地状況について記されており、 その中には日本軍の白色テロに対する宝助の模様も含まれている。また別の駅では以下の話を耳にする。さらにロシア帝国はポーランド人政治犯などを多数シベリアに流刑したためロシア革命当時のシベリアには相当数のポーランド人がいた。その後ロシア革命の混乱と1918年11月のポーランドの独立によって 多数のポーランド孤児がシベリアに取り残されたが、その保護のために力を貸す国はなかった。その惨状を知った、日本側は日本赤十字社を中核として、シベリア出兵中にポーランド孤児を救出し、彼らを祖国に帰還させた。1920年7月に第一次ポーランド孤児救済が、1922年8月に第二次ポーランド孤児救済がそれぞれ行われた。 この活動によって約800名のポーランド孤児が祖国への帰還を果たした。シベリア出兵20時死孤児を救った51名の日本軍将校に対し、ポーランド政府は1925年にビルトゥティミリターリ勲章を授与してその功績に報いた。日本では寺内内閣の時にロシア革命への干渉戦争として始められたシベリア出兵であったが、 1921年のワシントン会議開催時点で出兵を続けていたのは日本だけであった。会議の中で全権であった加藤智三郎海軍大臣が条件が整い次第日本も撤兵することを約束した。この後内閣総理大臣となった加藤は1922年6月23日の閣議でこの年の10月末日までの宴会集からの 撤兵方針を決定し、翌日、日本政府声明として発表。撤兵は予定通り進められた。加藤孔明は、日本のシベリア出兵について、何一つ、国家に利益をももたらすことのなかった、外交上稀まれに見る姿勢の歴史であると評価している。ありがとうございます。